シャドウはいねえみてえだ。行こうぜ。ハッキングバトルか。そうか。まあでもショータイム2発あるからこれいけるんじゃねえか。スイッチで開くタイプじゃない。ナビに任せる。よし来た。ハッキングする。いつも通り護衛よろしく。よし行きましょう。よしやるぞ。ちゃんと守ってくれよ。ハッキングを開始する。敵は任せたぞ。電撃が有効。手間取る相手じゃないぞ。とりあえず一発は使っちゃって。やべえ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 。ぶっちゃけジョーカーにしといた方がいいよな。よくよく考えたら回復スキル使えるのって俺だけじゃねみたいな。よいしょー。使うか。ちょっと時間稼ぎときたいな。あとちょっとだけ頼む。様子見て様子見て。手ごわい相手だな。死んじゃねえぞ。よし大丈夫そうかな。おお、スカル体張った。よし、ハッキング成功。おはようございます。チェックポイントがあるぞ。記録しなければ。これ戦いますかね。開けちゃえ。うわ戦いそう、超戦いそう。一回回復しますか。お疲れ様。さて始めるか。よし、ということで回復してきました。一応編成も変えております。行きましょう。セキュリティを荒らして回っているのは貴様たちか。許さんぞ。正義の鉄槌その身に受けよう。うわ強そう。気をつけろ。とりあえず一発。キングさんがいいかな。やば、ありがとうございます。連動で攻め込んでいこう。
祝福も聞かないから注意して。私にやらせて。頑張るね。よし、大丈夫大丈夫。さあ、あとですね、サマリカームを覚えました。モナがリカームの強化版でやられちゃっても HP 最大で復活できるっていうめちゃいいスキルです。これだな。ありがとう。我が決意の証を見よう。強敵だな。気合入れていけ。やべやべ、ありがとうございます。マジか。さすがにモナがいないのはきついな。マジか、当たっちゃったか。避けるまでうまく動けないぞ。敵は任せなくて。弱点に引っ込む。モナちゃんすごい。バトンタッチだ。任せろ。いただいていく。やっと半分ぐらい。強敵だが、粘土属性が弱点だ。それを狙っていけ。この手でいく。モナの気力がやばい。注意して戦って。よし。回復して、格上だし呪文属性が効かない相手だ。気を引き締めていけ。ついていただく。ペルソナ機運来い。エリゴール、これでペルソナ機運。やばー、エリゴール仮面取ろうとしたら当たってしまった。ミトラエリゴ機運。私にやらせて。頑張れ。弱点に引っ込む。手応えありです。せっガーッ。オーナーってきっと痛いから。ドゥオール、続けて決めた。怪獣の魔法。おー、ありがとうございます。モナの体力がやばい。いいサポートだ。マジか。この手で行く。ケルソナ強敵だが、連動作戦が弱点だ。それを狙っていけ。よし、行きましょう。キウン食らえ。ありがとうございます。そろそろ引き上げないか。あのシャドウ強そうだ。慎重に。白いスイッチ見つかったね。これで牢獄島に入れるはず。おっしゃ、戻って突入だな。後ろ向いてんのか。どうしよっかな。
倒すか。あ、先生入れられなかった。まあでもレールガン使っていけばいいか。よいしょマジでレールガン助かる。マジか、そこ行っちゃったか。やめこれ宝箱のとこ最初にね取りますね多分。この時に取ってきましょうか。ですね。あれ、終わったのか。開けてないな。うん、次も頼むぞ。宝箱発見。開けの SP インセンス2つ。気力がつきそう。いや。これは使っちゃいましょう。これで繋がりましたね。ご苦労さんだ。次行くよ。次開いたな。よーし、行けそうだ。主任者だ。質問皆様は抹殺せろ。毎度毎度律儀に。めっちゃいますね。とりあえずレールがうまく使っていけばいけるかな。よし、敵の攻撃力が下がった。
終わりだ。よし、行きましょう。まあ、ガンガン使ってっていいよな。炎上してる敵がいる。疾風と灼熱で追撃だ。うわ、後ろに出てきた。マジか、みんな撃てるのか。じゃあ4連発いきますか。2発目スーパーブラスター。3発目よし、行きましょう。こっちで使った方がいいかな。場所関係あるか分かんないけど。よーし、4発目。よし、ありがとうございます。よし、あ、新しい技だね。また一つ砲丸を学んでしまった。変えましょう。今なら上まで登れるぞ。変、大丈夫そうかな。登ります。これで2つ目だな。これはエマ？エマはこの絵の力の源だ。コアになってても不思議はねえな。赤外線センサー消えたかな。オーケー、消えてる。これでセンサーの先に進めるな。先ほどの場所に戻ろう。ねえ、あそこからなら早く戻れるんじゃない？あれはコンテナ運ぶレールか？確かにあれ伝っていけるかもな。
よし、早速行くぞ。よし、ということで2つ目ですね。2つ目はエマでしたな。で、ここ開けて、シャドウが見当たらないわね。おお、あったあった。宝箱があるぞ。開けるんだろ。おっと、中身は。ありがとうございます。いいね、もっと欲しい。あれ、調べてみないか。あれは、こっちか。ここからこの絵の城に近づけるといいんだが。一回戻るか。あれは何？調べてみましょう。ちょっとまた回復をしてこようかなと思います。うん、お疲れ。さて、探索再開だ。さあ、では回復をしてきました。そしてですね、僕の方も全キャラクター変えたので買っておきました。それでは行きましょう。ここはこの絵の支配下だ。俺たちがタダで乗れるとは思えねえな。ウルフの言う通りだ。用心して搭乗ゲートに向かうぞ。さあ、何かしらのアイテムが必要そうな、そんな感じがしますね。おお、マジか。まさかのカート、まさかのカート。おお、いい動きだったわ。炎上してる敵がいる。疾風が確熱で追撃だ。よし、隠しただけど電撃効かないから注意な。よし、ありがとうございます。カード強いな。よし、お前がますます頼もしく見えるぜ。嬉しい。あれ、何なんだろう。で、チェックポイント。この先、搭乗ゲートになります。願いを預け入れていない方はお通しできません。職員の方はパスを提示してください。聞いたか、搭乗ゲートって。しかも願いを預けろと来たか。改心された人間しか通れねえってことか。我が輩たちは入れそうにないぜ。仕方ないわ、別の道を探しましょう。ねえ、あれ、あの通気口から中に入れないかな。うわ、行けそうだな。
寝かしたノワール。あれは薄手は入ってきますか。強そうだけど、周りにファントムームーブできるポイントあるから、なんとかなるかな。行きましょう。感じ。あ、敵の防御力が上がってるぞ。やべー、体力やばい、注意しろよ。エイゴール、この手で行く。一歩する。よし、ありがとうございます。職員パス。今の敵何か落としたみたい。職員パスか。これで通気口をくぐる必要はなくなったな。あ、シャドウ。このまま行った方がいいかな。異常なし。誘えるか。異常なし。ここ行っちゃうか。そこそこの収穫かしら。容赦しないかもね。後悔させてやれ。よいしょ。呪文属性が有効だ。狙っていけ。ニトラ。うまい。ニトラさんで。かっこいいじゃん。炎上してる敵がいる。疾風が炸裂で追撃だ。シャドウもそろそろ打ち止めだ。あんぶね。ありがとうございます。まだだ。こんなものか。よし、今のうちに進むぞ。シャドウ、注意しろ。とっとと片付けるぞ。うん。しまうぞ。敵が減ってきた。そのままやっつけてしまおう。よし、オッケーオッケー。ありがとうございます。うちらなら楽勝だね。次も頑張りましょう。おお。この位置いけるよ。正体を見せろ。チャンスだ。やっちまえ。こっち来る必要あったかな、わかんないけど、とりあえず倒していこう。テリソナ、ユニコーン、クリー、ベリー、ジャック、アークエン、ディシャーク、モス、キウン、モスマン。あいつを任せて。了解、いいぞ。スキルヒット。私も真似しよう。体力の残り少ない。やべー。回復急いで。クイーン、消したい。ディシャーク、アークエンジェル、ディシャーちゃん、モスマン、来い、東大だ。アメ、モンド、ハンシン。サマリカームだ。
モスマン食らえ。おお、押し切りたいが、押し切りたいが、いけるか。おお、ありがとうございます。で、組んだか。当然さ、当てのはずがない。次行くよ、次。あのシャドウ、強そうだね。とりあえず一回左行きますか。そう、チェックポイント。華麗にやっちゃおう。よし、ということで回復をしてきたので行きましょう。ここが搭乗ゲートか。資格がないためお通しできません。願いの預け入れを行うか、ビップパスをご提示ください。ビップパス？なんだそりゃ。それがあればうちらでも通れるってこと？なら話は早いわね。ビップパスを探しましょう。でも誰がビップパスを持ってる？見分けがつかないぞ。持っていそうなものが集まる場所でも分かればいいのだが。ビップっていうくらいだし、ファーストクラスのラウンジとか。それなの、ワール。さすが伊達にセレブじゃないな。早速ピックアップしたぞ。行ってみよう。資格がないためお通しできません。願いの預け入れを行うか、ビップパスをご提示ください。で、そのビップパスを手に入れればいいと。なるほどね、ラウンジパスか。願いの預け入れはお済みですか？こんにちは。ビップパスは再発行できません。こんにちは。当選登場の市民は、じゃあ一旦こっちなのかな。行きましょう。待って、戻っちゃった。ふん、上が気になったんだ。上の方がいいかな。上から行きますね。惹かれるわな。よし。あー、攻略。普通に強行突破してしまったが。これはいいな。ここにもあるね。マジか。
ストクラスと聞いて期待したが、殺風景でパッションが足りらん。ちょっとフォックス、今は敵に集中して。研ぎ澄ませ。あら、こっちか。行きましょうって思ったらこっち向いてきた。オッケー、行きます。食いをつけると。もらった、任せた。いいぞ、この勢いで潰してしまえ。ランチキッド、いい攻撃だ。まあ当然だよな。ダーリア、ぶっ飛べ。もういっちゃう。スカルが続きに決めた。こんなもんかな。よいしょ、追い詰めた。お、ファイナルガード。めっちゃ強くないっすか。余裕の勝利ってやつだな。どんどん進もう。キュービーは何をしていた。さあ、頑張っていきましょう。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。